プしますと、4メートル先まで一緒に飛んできます。私、日本語話せます。おばあさん、ありがとうございます。はい、大丈夫です。じゃあ、始めます。はぁ、ここに。頑張れるんですよ、はい、一番いいやつ。一番いいやつ。そう。1万6000円。楽しみ。はい。はい。行きましょう。まあまあ、行きましょう。はい。
はい、はい、あ、そうなんですか。そうだね、今日貸し切り、うん、2人だけ、そうそう、広い、広い、すごい長いの、一番高いバス、千葉がしっかり伸びてる方が、アスワタマツという、ね、名前のところもございます。今、千葉歩いてるのは、イダちゃん、同じですね。で、コードなんて、なんか1ミリも低いんですよね。まあ、タバコも来たので、ちょっとね、食べるのもしかりませんね。親子の方の息子なんですけど、名前バズ君だよ。バズ君。これでも4歳ですね。自転車はサテターじゃなくて車で見て干渉してるんですけどね。絶対車買うといけない場所だと思ってください。やっぱ猫ですので、動くのを見るとね、見ませんので、手が一応なってしまいます。ご飯もね、中で岩田もらえるのでね、大体岩田はもうそわそわして借りたそうなとこに出てるんですけどね。大体今の時間はまだ寝てますかね。あともう一頭、池のそばの使い出し、岩の目にいるのが、お母さんですね。お母さんがメープルさんといいな、メープル。そうなんですよね。でも、この子ね。で、さすがに立派に生えているのが、子供の内容ですね。先生からね、ちょっと一緒なんですけど、やっぱり女性をしたい。買っちゃってますけど、改造したのは、ね、これがムフロンという七三仲間ですね。さっき言ったね、よく岩山登って木のところに頭突っ込んでいますけど、あれは、いずれ4メートルぐらい、自動車のバックミラーとかね、挟んで、パッと飛んでるわけだね。なんで、重さが大体、ちょっと腹をね、一気に頬張ってしまうなって思うんですよね。じゃあ一応、2番目に重たい像とかの白さになります。
して、そのとこ行くとね、ちょっと。まもなく到着いたしますので、お待ちください。खुसी लाग्छ आफ्नै कन्ट्रीको एउटा एसियाको ज्योति भनेर चिनिने यो गौतम बुद्धको विशाल मूर्तिको अगाडि काखमा आउनु पाउन पनि सायद आशीर्वाद पाइन्छ भन्ने एकदमै मनमा खुसी लागेको छ। सबैजना सम्झेको छु। またね、神様。